そうだ、小林と淵のシングルマッチ、ロング前から小林が花道をさーっと出てきて、そして先制攻撃、小林と淵の因縁の試合であります。まず淵をこの上下のフェンスに打ち当てまして、そして今度はエース攻撃、今度は同点だ。今ゴングが鳴った。30分で一本勝負シングルマッチ、ものすごい憤り小林、そして淵、まず淵を捕まえた小林さん、はい、ものすごい一戦ですね。淵はですね、ちょっと不意打ちを疲れましたね。不意を疲れました。淵はさらにリング上は小林邦明のようだち、強さを証明するような黒のトランクス、淵正信、そして燃える情熱です、赤いパンタロンをつけました小林邦明。さあ淵がこれからリング内へ上がろうというところ、不意を突かれた淵正信、姿勢一方であります。さらに追い打ちをかける小林、キックからそして膝を落としていきました。まあこの顔の表情を見ただけでもこの深い因縁というものが伝わってきますよね、竹内さん。特にですね、小林はですね、やっぱりこの試合前のやっぱりその殴り込みというのは非常に上等手段ですからね、はい、そしてこのジャンピングスキック18番炸裂であります。ひらーっと宙に舞って、そして淵の喉元に炸裂、淵場外であります。大の字ご覧の淵正信、全くいいところがまだありません。小林さらに場外に追い打ちをかけるか。この2人が対決すると必ず場外で一悶着二悶着あります。さあどう淵を攻めていくのか。おっとフェンスの外へ、フェンスの外へ淵を投げ捨てました。まあこれただならぬ憤りですね、竹内さん。まあ、どこでですね、淵、はい、がやっぱりその反撃のきっかけをつかむかですけどね、ちょっと押されムードですね。さあリング内から淵を見下ろす小林邦明、そして今やっとフェンスをまたいで、おっとかなり竹さんダメージがありますね。相当ダメージを負ってますね。さあ起死回生の一発をどこで放つか。淵正信ちょっと首を振ってダメージがかなりありそうだ。今エプロンをまたいでリングライダーが、小林がこれを阻止、そして首根っこを捕まえて、なんだ必死アマンスープレックスがあるぞ。おその体勢に入るか、ブレンバスターだ。ブレンバスターリングの中央を投げました。エルボー、この速い攻撃どうですか、竹内さん。やっぱ畳み込みがいいですよね。あの武道館決戦では石川という新しいライバルを得ました。そして淵、タイガー、まあ、小林のこの標的というのは本当にどんどん戦いの輪といいますか広がっていきますよね。ただですね、やっぱり当面の時だったタイガーがやっぱヘビー級に上がったということでですね、はい、これは当面やっぱり石川あるいはその淵をですねターゲットにするのが小林としてはいいでしょうね。上にのし上がるためにもこの淵あるいは石川、これを叩き潰さなければなりません。さあ淵のスラブ顔面かきむしり、これで活路を開いたか。下からヘッドバット、しかしパンチで応酬、厳しい攻めだ、厳しい攻めだ、張り手、小林邦明張り手。さあ淵も円錐を狙っている、後頭部をついた、小林場外、ちょっと呼吸を半呼吸入れました小林ですが、さあ今度は淵が内田、さっきのお返し、リングのフェンス、場外のフェンスにぶつけ合いました。そろそろ淵もやる気だ、血が光ってきた、鈍く光ってきた、椅子で一撃、椅子で一撃。まあしかしこういうラフファイトの展開も竹内さんいいんですが、本当はこのリング内で先制ゴールと勝負をつけてもらえるんですかね。いつも小林も相当テクニックは持ってますからね、まあ、こういうラフファイトも結構なんですけどね、できればリングの中で戦ってほしいですね。大田県ホールの実様の右往左往、椅子合戦が始まっている。椅子合戦が一戦争の突発だ。こちらの花道、さあ淵がヘッドロックで小林を捉えた、鉄柱だ、青い鉄柱に小林を脳天を打ち据えました。さあ報復はすごいぞ、報復はすごいぞ、観衆にアピール、その前にいた後楽園ホール、今度は赤い鉄柱。いやいやいや、これで小林の脳天が、あーっと流血、小林流血、流血ですね、竹内さん。完全に2点ですね、はい、完全に2点を終わりました小林。さらに淵の憤りは収まるところを知りません。もうリングの外、そして花道で果てしない闘争が繰り広げられる。そしてリング内、さあフィニッシュか、さあフィニッシュか、しかし小林コール、小林コール、流血の小林に小林コール。淵正信ちょっと今レフリーのこの小原さんを追いやる仕草を見せました。ここは冷静にいきたいですよね。あんまりやっぱり攻め込みましたけど、反則となりますからね。あ、小林ちょっと目が見えないか、血が目に入ったか、パンチが空を切っている。そしてさらにその小林に追い打ちだ。淵正信顔面を蹴る、これはまあ勝負の流血のところを狙うっていうのは起きてですけれども、
ちょっとこれ激しいですね。相当出血激しくなってますね。激しい出血に回りました。小林邦明、さあエプロンで悶絶か。カウントが入る。この淵の手も血に染まっています。これが流血の小林だ。ちょっと距離感がつきません。こういう展開になってきますとね、この小林の先制攻撃が裏目に出ましたね。カルガリーハリケーンズもこの全日マットに来襲いたしました。そしてそれを迎え撃つのがこの小林であり淵でありましょう。激しいファイトだ。5分を経過しました。淵そして小林のシングルマッチ。さんしかしここは淵は間を置いていますが、これでいいんですか。そうですね、このままはやっぱり大事だと思いますね。あんまりガムシェン突っ込みますとね、これが反則カウントが怖いですからね。なるほど、その辺はエビセン山線であります。淵はそれで今度はパンチ攻撃、こう先頭にこの死体にパンチ攻撃、12連発1ダース攻撃、馬乗りにあって小林に深いダメージを合わせます。もう返り血で淵の体も真っ赤っかです。さあリング内どうするのか。今度は持ち前の大技展開か。まずはパイルドライバー、自信といきました。竹内さん、この流血の時のパイルドライバーってのは、どう監督かなり効くんでしょうね。やっぱ効くでしょうね。出血した後ものにやっぱりキャンバスに頭を打ち付けられるわけですからね。ちょっと反撃の糸口がつかめない。またもや小林コールだ。この小林コールが耳に聞こえるのが小林。さあ淵がフィニッシュに行くか。セカンドドロップ、なんだーと、フィーストドロップ、フィーストドロップ村井田に決めた。そしてそのままエビに固めるカウント、あと 2.5。 まあここまで来ますとこの小林の心中ですけれども、まあ精神力といいますか、監修のこのコールと聞こえてるんですかね。そうですかね。もうあとは気力だけの戦いになってくるでしょうね。さあ本当にもう仁王立ちになってパンチ攻撃を、パンチをこの額に畳みかけます。口は揃う、ロープにぐったり、ロープにぐったり、かなりのダメージだ、かなりの流血だ。小林邦明、さあそこにあと振りかぶってのパンチ、容赦のない攻め、口は揃う。まあ、この淵のファイトも本当に変わりましたね。変わりましたね。やっぱこういうラフになりますとね、非常にやっぱり先を見てきますからね。まあ、この全日スタッフ関係者の話によりますと、そばにいてもこう淵が燃えた時は先が漂っているとこういう話を聞いたことがあります。変わりました淵まさのぶ。さあまたしても場外だ、またしても場外だ。淵が追います、淵が追います。今夜何度目のこれが場外での戦いになるんでしょうか。放送席前、赤い鉄柱にぶつけました、赤い鉄柱にぶつけました。小林のこのマーシャルアーツパントロンも赤、そして赤い鉄柱攻撃、そして顔面も真っ赤。さあ小林どうするのか。リングライン間を置いて小林を待ち受けます。淵はそろぶ、まあ、小林ここまで来ますとどうしたらいいですか。竹内さん、そうですね、ともかくですね、やっぱりその飛び道具にやっぱり活路を見出すしかないと思うんですけどね。ただちょっと打てる状態ではないですよね。あ、しかしまずはブレンバスター、起死回生のブレンバスターとなるか。竹内さんのご指摘ではなんとか飛び道具に結びつけたいということでありますが、それも竹内さん目標が定まっていることですからね。やっぱ距離感がもうないでしょうからね、はい、さあどう反撃を開始か。小林、あっとショルダーアタックル、これはダブルナックダウン、カウントが入ります。ラダレフリーのカウントが入る。最初に起き上がりそうなのは小林か、それとも淵か。両選手にコールが起こっています。さあリングの中央だ。あー、もうかなり淵もこれは攻め疲れというんでしょうか、ちょっとダメージがありますか。そうですね、ちょっとやっぱ大技が出なくなってますからね、さあ今度はなんだ、逆さ抑え込み、一瞬の技カウント、2。小林も狙ってましたね。ただですね、やっぱり小林相当ダメージが深いだけですね、はい、こういう技を返されても逆にまたあのダメージ的に失敗なんですよね。フィッシャーマンへの奇跡、ミドルキックからフィッシャーマンカウント、2。やはりちょっと大技がね、ちょっと今一つやっぱ詰めが甘いんですよね、はい。さあ最後の詰め、最後の詰め、平成逆転、ジャンピングスピンキック、場外へ口を送り出した。そしてなんだ、飛んだ、目測は捉えましたか、竹内さん。ただどうせちょっと当たりが浅かったような気がするんですね。ちょっと当たりが浅いか。小林もちょっとダメージを負っている。
しかしリングライン小林中間、そして淵はどうか、淵はどうか、淵の表情を見ましょう。カウントが進みます。小林はリングラインであります。おっと今小林の淵の表情が見えました。リングラインへ生還して、そしてドキンのバックドロップ、大技攻撃も淵にもあります。なんだあーっとバックドロップの体勢だ。18番のバックドロップ小林加えるドロップを掴んで逆を取った、逆を取った、ジャーマンスープレックスホールド。さあお客さんは飽きさせないこの試合。なんだエルボーエルボー、まあ、大技はこれでそれぞれ出し合いましたね。高橋さん、やっぱり怖い、エンズイ言いましたね、エンズイこれを食ってしまった。どうなそうか、目測が甘いわけですよね。その辺の角が微妙に微妙に、タイミングが微妙にずれてはあります。さあ放送席ごとのこの椅子を持って、あーっと流血の頭へ思い切って椅子を振りかざしました。チマサレブ、あそしてその椅子を椅子の上に、あーっとパイプドライバー、いやいやいや驚きました。これはすごい、これはすごい、勢いのもお客さんは半分、興奮するお客さんは半分、この椅子を持って空に追い打ち、口の表情が違います、口の表情が違います。さあそして小林、さらに追い打ち、これは武井さん反則になりますよ。これはちょっと危ないですね、そしてもう一回この椅子を振り上げて、あーっとここでついに渡辺に一撃、まあ一撃というよりはちょっと当てたという感じですが、これここでやめないとまずいですね。そうですね、これ以上続けたらいいですね。あーっと今度はキックだ、今度はキックだ、どうにも止まらない、ここでゴング、ここでゴング、口の表情すごい、鬼の表情だ、引き迫る表情、口はそらば11分42秒、反則で淵、反則負け、小林の反則勝ち。高橋さん、はい、これは淵にとってはどうなんでしょうか、反則負けという最低ですがね。まあ負けは負けですけどね、試合内容では完全に小林圧倒してましたね。圧倒してましたね。さあその小林が収まりません、小林が収まりません、逆に椅子を持ち出した。しかしこれはちょっと流血だけにね、竹内さん、さらに手痛い傷を追いかけませんよね。もう判定を置いたんですからね、これはやっぱセコンド陣が止めるべきですね。はい、前日の小川、そして野本が止めに入っております。そしてジャパンの中野あたりがこの2人も枠に入っております。ゴングが乱打されております。2人がまだ絡み合っています。今離れました、これが淵正信であります。そして血塗られた、これが小林邦明。まあこの借りは次回返せばいいわけですからね。飛ばしてて当然敗再戦を要求してくるでしょうね、はい、さらにこの淵に追い打ちをかけようというところ。さあ行った、さあ行った、次回まで待てない、次回まで待てない、ここで一気に決着をつけようという両選手、淵正信、小林、カメラの視界から遠ざかる花道のずっと奥、まあ、後楽園ホールの廊下の方まで出てしまいました。これはすごいぞ、ものすごい音がしましたね。どこですか、壁かどっかですかね、凄まじい音ですね。そして淵正信、どうやら小林を壁にぶち当てたようでありますが、ちょっと小林が心配であります。これが淵正信です。リングライン、今日は反則負けではありましたけれども、まあ、己の存在といいますか淵の怖さ、これをちょっと思い知らせた、こういう感じですね。こういう感じしましたね。11分42秒、淵反則負けですが、淵の荒々しさ、それを見せつけた一戦、小林君は今日破りました。